アカンスワローズ、お笑いさよなら、中日エンゼルス負け。マンオープン戦だし目くじら立てるようなことでもない。サイスに井戸はいつも通り、松本健は再試験かなこりゃ。現役ドラフトは新人のつもりでは取ってないだろうから、それだけ見る目も厳しくなってくる。今戦力として物足りなかったら生き残れないぞ。ヤンスはにもうちょっとアピールが欲しいな。あと少し頑張れ。チャンスは作ったけど畳みかけられなかったからね。明日の夜はヤクルトとサムライ、どっちをテレビで見るかスマホで見るか迷うね。控えが上がると守備が落ちる現象定期。国母さんやっぱり貫禄あるな。主力が活躍してたから全然 OK。 今日は大丈夫かなと思ってお風呂に入って出てきたら逆転負けしてた。お風呂上がったら負けとる。マンオープン戦全部勝つと逆に怖いからね。西川次第で開幕スタメン決まりやろ。結局竹岡より長岡じゃね。対して当落戦場の若手安からは何も感じなかった。丸山もどうなりたいのかがわからないし、成長を感じない。あとは野手の主力と控えの差が気になる試合だったな。いい部分もあるんだけどね。とりあえず今日は怪我がなければそれでいいです。北村守備きついっす。カバーできる打力もないし、このままだと虎の肥やしになる。風呂入ってる間にさよなら負け方。主力組が順調なのは良いけど、途中交代組の活躍がもっと見たいよね。ご視聴ありがとうございました。